教えてジグ先生。よし、続きやってくぞ。教科書開け。俺腹ペコ、バーガー食いに行っていい？ざけんじゃね、我慢しろ。スト鉄のスペシャルレッスン始め。お、ジークブルートの国だ。ああ、ドライゼ、エルメ、俺ジークブルートとゴーストの4人がドイツの機銃士だ。ジグとゴーストってエルメの弟分なんだな。まあな、ただ銃の機構はまるで違うぜ。エルメの野郎は特殊だし、ゴーストはさらに。おい、てめえ今飯のこと考えただろ。バレた。おう、次はジャパンか。日本からはジッテ、キセル、村田、有坂、八九の5丁だ。ジッテはキセルのことをすっげえ尊敬してんだよな。で、八九が村田と有坂にこき使われてる。その村田っつうのはフランスのグラースを参考に作られたらしいぜ。わお、似てない。オーストリアはカール、ローレンツ、ベルガーの3人だ。カールはハプスブルク家皇帝の銃で、ローレンツに信奉されてるみてえだな。よくわかんねえけど、ローレンツってベルガーのことをモルモットって呼んでるよな。ベルギーはファルト、ミカエルとカトラリーか。カトラリーは食器の仕込み銃だ。いいなあ、食器いつでも飯食べられるもんな。お前、それぞれの国での機銃士との出会いについて語られるのがロードストーリーだ。見逃すんじゃねえぞ。よし、各国の機銃士についての振り返りは完璧だ。閉めるぞ。腹から声出せ。よっしゃ、これでてめえも成功作成。今日はサンキュージークブルーと、またな。おい、全然違えんだよ。バーガー、バーガー、ヒャッホー。てめえもう教えてやんねえからな。